空海は774年に誕生。大学で儒学を学びます。しかし、次第に人々を救うのは仏教であると考えるようになります。大学を辞め、僧侶になる決心をした空海は、804年に中国へ。長安で真言密教を学びます。806年、日本に帰国した空海は真言宗を開きます。やがて、嵯峨天皇に認められた空海は、道場を与えられ、そこで教えを広めるようになりました。921年、空海の死後、朝廷から梱包大使の名が贈られました。